なんだ、これ。そんな、これは領域。領域？こんなに汚れてるのが？スレイさん、逃げましょう。領域は強い力を持つ者が身にまとうものですの。そこに善悪も汚れも関係ありませんわ。けど、じいじがそうだったろ。この領域の主に僕らの侵入は悟られてるはずだ。大切な不滅の使徒ドラゴン。やばいな、こんなの逃げるのが不可能。私もそうですよ。自分の記憶を頼ってドラゴンなどいるはずないと鷹をくくってしまった。じゃあこのドラゴンは最近現れたってこと？まさかあなたはエドナさん？あなたがドラゴンになってしまうなんて。そんなわけないでしょ。え、エドナさんが二人？だからなんでそうなるの？ダメよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんって。もう私の声も届かないのね。来るわ、全力で逃げて。探してた天族ライダー。はい、話してる場合。走って。水よ、気を受けて。ウズロスレイ、五点解放、一斉に来た。でも無駄よ。とにかく逃げなさい。生き残るのが優先だ。まったく。バカなの？え？何なの？ドラゴンバスターの有名が欲しかったの？エドナさん！ドラゴンになってしまったのかと、本当によかったですわ。あなたは相変わらずね。そのマイペースな性格、直した方がいいわ。僕たちは君を探しに来たんだ。じゃあ、迂闊にドラゴンの領域に入ったの？やっぱりバカね。こいつ。ごめんなさい。まったく。で？え？私に何の用かしら？あ、うん。俺はスレイ。君の力を貸してほしいんだ。壊れた橋を復旧できるように橋の基礎を作ってやってほしい。無理ね。え？私は人間が嫌い。自分本位で感情的。困った時だけ私たちに頼ってきて、ほんと面倒。それにお兄ちゃんを置いてなんていけないから。お兄ちゃん、あのドラゴン。そう、彼はアイゼン。私のたった一人の家族よ。けど、エドナだっけ？ここにいるのは危険すぎる。そうだよ、何か考えがあるのかい？それは、
める方法を探してたけど、どうにもならなかったわ。俺なら沈められるかな。知らないの？ドラゴンとして実体化してしまうと、浄化の炎でも沈められないんですの。それじゃエドナのお兄さんは救えないのか。殺すしかない。まあできればの話ね。それに殺すことで救える奴もいるかもよ。認めたくはないか。とにかくエドナ、ここは危険だ。俺たちに協力してくれとは言わない。せめて離れよう。そうした方がいい。あなたたちには関係ないわ。けどエドナさん。放っておいて。協力してもらうのは難しそうだ。それは別の方法を考えよう。それよりこのまま彼女を置いていけない。そうですわね。しょうがない。追いかけよう。おやつ作り完了だ。エドナ、これは？あなたが弔ってあげたの。俺にもそれぐらいはできるから。そう。エドナ。何？いくら危険でもここを離れるつもりはないわよ。なら一緒にアイゼンを沈める方法を探しに行こう。話したでしょ、方法なんてないわ。本当にそうなのかな。あ？天族も同志もドラゴンも本当にいたからさ。この世界にはまだ明かされていない伝説がいっぱいある。きっとドラゴンを沈める方法もどこかに眠ってるんじゃないかな。また始まったよ。うっせえ。それを信じろっていうの？うん、無理かな。わかったわ、スレイ。一緒に行く。エドナさん。言っとくけど。何？どうしてもここから連れ出したいのなら、引っ張ってでも連れて行けばよかったのよ。伝説を追いかけるとか、自分を信じてとか、そんなので女の子を誘うなんて時代錯誤、説得力ゼロ。そう言われても。スレイには無理だな。さあ、ライラ。売信の契約を。ちょっと待って、そこまでは。誘ったのはそっちじゃないかしら。そうだけど。いずれにせよここを離れるのなら新しい器に移らないと。すぐに汚れに侵されてしまうわ。そこまで考えなかったのかしら。ああ、バカね、本当に。
さ、ライラ。本当によろしいのですか？エドナさん、人間はお嫌いなのでしょう？人間は嫌いだけど、この子は嫌いじゃないわ。ありがとう、エドナ。約束よ。アイゼンを救う方法、きっと探し出して。一緒にね。毅然たる現れに宿り生まれし者よ。今、ちぎりを交わし、我が高校たるたけり、正常へ至る輝きの一助とならん。何時、承諾の意志あらば、その名を告げん。ハクディム・ユーバ。これ使って。エドナさん、器となりうる神器を持ってたんですの？やられたね、スレイ。女心は難しい。さあ、連れて行って、世界に。うん、よろしく、エドナ。水の坊や、名前は？僕はミクリオ、坊やじゃない。聞かない名前ね、ミクリオ坊や。好きに呼んでくれ。じゃあミボ。ミクリオと呼んでもらう。いいね。うん、しょうがない。エドナさん、もうカカア殿下ですの？そう。ちょっと待ってくれないか。意味がわからない。もう頭ん中で漫才しないでくれ。君は、棟梁って呼ばれてた人だな。俺は本当に同志なんだ。信じてもらえないかもだけど。本物か偽物かなんて関係ない。だからよく、何者かの加護領域を感じます。なんだって。ご無理で立ち、一点突破、ご有名人新規解放ガッツリ。やべ、こいつ同志級の霊能力を持っているのか。ですが、この人は私たちが見えていませんわ。おしゃべりはここまでね。この子強いわ。分かってる。スレイさん、意志を強く持ってください。死にます。ヤヒキル、固有熱陣、演武熱戦。強い。スレイ、逃げた方がいい。固有攻撃、固有熱陣、ハユルメイロック。生き残るのが優先だ。あれ、追ってこない。どうやらあれは腰入れしたのではないようですわ。
その証拠に、あの人に反動が出てしまっている。あれは、デゼルさん。知っているのか、ライラ。流浪を好み、最強と謳われた傭兵団を気に入って、共に旅をしていたと聞いていますが、どうして暗殺者に？その傭兵団に何かあったのかしらね。訳があるんだな。暗殺者と共にいなければならない何かが。それにしても、暗殺者と共にいて、兵馬になってないなんて。あの暗殺者が、汚れを生んでないんだ。まさか。純粋で清らかな心を持つ人は、汚れを生まない。あの暗殺者は、スレイさんと同じなのですね。暗殺者が純粋で清らかだって？そんなことってあるのか？見た通りよ。スレイ。本物か偽物かなんて関係ないか。ライラ、これが君の言う同志の宿命なんだね。そう。人間はあなたの気持ちなんて考えもしない。でも仕方ないのよ。それが人間なんだから。はい。これだけは耐えるしかありません。タフなのが取り柄でよかったな、スレイ。まったくだ。やっぱり協力してもらえないのかい？同志は天族を司り、操るものでしょう。好きにすればいいわ。そんなの嫌だ。道具扱いじゃないか。エドナが嫌なら別の方法を考えるよ。どうしても女の子からやらせてって言わせたいのね。スレイさん、汚れますよ。変な奴だと分かっていたつもりだったが。何なのその使い古された反応。もういい。最初から手伝うつもりだったわ。はぁ、あ。お礼は？
ありがとうございます。スレイ、聞いてもいい？ああ、何でも。あなた暗殺者に狙われてるのよね。うん、どうもそうみたいだ。恨みを買ったの？なぜか汚れない暗殺者に。そんな覚えはないんだけど。覚えもないのになぜか天族がついた、これまたなぜか汚れない暗殺者に襲われたわけ？あ、いや、理由は俺が同志だからだと思う。なるほど、同志だから。傭兵団にいたはずのなぜか兵馬にならない天族がついた、これまたなぜか汚れない暗殺者に狙われていたのね。状況は理解したわ。え、よかったよ、分かってもらえて。要するにほとんど分かってないってことね。だね。